皆さん、こんにちは。今日の動物です。魚を取りに海や川に行くべきだと思いますが、アフリカではありません。この男は暑い天気で割れた地面をスコップで掘っています。男は地中に埋まっていた丸い泥の塊を取り出して開けてみるが、驚くべきことに泥の中から出てきたのは魚だった。今日紹介する動物は水なしでも生きられる魚、ハイギョです。水なしでは生きていけない魚がどうやって地中で生き残ったのだろうか。この魚の正体はアフリカハイギョだ。普通の魚は水の外に出るとエラで息ができなくて死ぬが、ハイギョは普通の魚とは違ってエラではない人のように肺を使って呼吸する。ハイギョもエラを持っているが、成長すればするほど肺が発達し、呼吸するときはほとんど肺を使い、むしろ水中に長くいると溺死することもある。このような特異な身体能力のおかげで、ハイギョは水なしで陸地でも生活できる。非常に暑いアフリカに住むアフリカハイギョは、熊が寒い冬に寒さをしのぐために冬眠するような暑さを避けるために夏眠する。それでアフリカハイギョは夏になると水が完全に乾く前に泥の中に入り、繭を作り、体から粘液質を分泌して水分を維持し、再び雨が降るまで夏眠する。夏眠すれば3年から4年は水なしでも地中で暮らせるという。アフリカでは古くから泥、藁を混ぜて作ったレンガを積んで家を建てるが、この時使われる泥は主に川辺から持ってきたもので、たまに繭の中にあったハイギョが丸ごとレンガで作られて家を建てる時に使われるが、雨が降ると夏眠りから覚めたハイギョが壁を突き抜けることもある。ハイギョの種類はオーストラリアハイギョ1種、南アメリカハイギョ1種、アフリカハイギョ4種の計6種だけが確認され、長い間地球に存在してきたハイギョは生きている化石と呼ばれる。古生代から捕食者の立派な獲物だったハイギョは、恐竜が生きていた白亜紀にはスピノサウルスが好んで食べた餌であり、新生代初期のパレオセにはティタノボアの餌であり、現在はハシビロコウが好きな餌の一つだが、多様な天敵を避けて生存したおかげで現在まで存在することができた。ハイギョは魚かどうか疑わしいほど泳げないが、普通の魚とは違ってヒレが独特な形をしているためだ。一般的なヒレの形とは異なり、触手のように細長いヒレを利用して床を歩くように移動し、必ず必要な時だけ尻尾を使って泳ぐという。ハイギョは水温と水質に強く雑食性魚なので、生きている餌や飼料を問わず水の外に出ても長く持ちこたえられるため、観賞魚として飼育しやすい魚に属する。ハイギョを飼うなら多くの人が可愛くておとなしいオーストラリアハイギョを望むが、オーストラリアハイギョは絶滅危惧種なので、野生個体は取引が禁止されており、ハイギョは繁殖が難しく価格が高い。もしそうなら安いアフリカハイギョを飼うことになったら、他の魚と合祀してはならない。アフリカハイギョは性質が荒く、他の魚を噛みちぎって顎の力が強く、水槽内部のろ過器やヒーターを噛んで壊してしまうこともある。そして視力が良くなくて、他の大型魚と合祀するとアフリカハイギョの触手のような細長いヒレが簡単に切断されるため、水族館でもアフリカハイギョは1水槽に1匹だけ飼っている。ハイギョの寿命はとても長いと言われている。シドニー水族館にいたハイギョは95歳まで生きたが、老齢による健康異常で安楽死することになり、現在世界で最も長生きしているハイギョはサンフランシスコのハート水族館にあるオーストラリアハイギョメトセラだ。メトセラは長さ 1.2 メートル、重さ約 18kg の大きな体をしており、年齢は90歳以上と推定されている。今日は水なしでも生きられる魚、ハイギョについて紹介しました。次に紹介する動物も期待してください。